2016年10月19日から、ロシア連邦副首相。2008年から2016年まで、スポーツ大臣を務めた。2003年から2008年まで、ロシア連邦議会上院連邦会議議員。2005年4月2日から2009年11月24日まで、ロシアサッカー連合会長。1958年12月8日。 クラスのダール地方、アプシェロン地区クリンスカヤ村で生まれる。レニングラード河川専門学校に入学し、コムソモール活動に参加、同行コムソモール初期となる。1977年、レニングラード河川専門学校を卒業し、北西河川船舶,舶会社レニングラード公安管理部で、船舶技師として働き始める。1980年ソ連共産党に入党する。 入党直後、レニングラード市、ソビエトキーロフ地区執行委員会で勤務し、その後地区執行委員会社会部長や初期に選出された。1990年、キーロフ地区人民大議員に選出され、翌1991年まで同執行委員会議長を務めた。この間、レニングラード水上輸送大学に入学し、 1987年河川専門学校を卒業した。さらに1999年にサンクトペテルブルク大学法学部を卒業した。1992年サンクトペテルブルク市役所に入り、副市長、市社会問題委員会議長に任命され、同職を1996年まで務めた。同時期にサンクトペテルブルク市長には、 ウラジーミル・プーチンが死体外関係委員会議長として在職しており、1994年にソビエト連邦の崩壊後としては、初の大規模なイベントとして、スポーツ親善大会が開催された際に同僚として協力して事業に当たった。その後、ムトコはスポーツ界に転じ1997年には FC、ゼニトサンクトペテルブルク会長に就任した。 会長在任中は、スポーツ振興と、経済的基盤の強化に尽力した。2001年ロシアサッカープレミアリーグを設立し、会長に就任した。2002年ロシアパラリンピック委員会委員に、選出され、精神に障害者支援団体委員会の議長も務めた。ビタリー・ムトコ2003年10月29日、ロシア連邦議会上院連邦会議議員に、 サンクトペテルブルク市政府代表として選出された。2005年4月には、ロシアサッカー連合会長に選ばれた。2008年5月12日、ドミートリー・メドベージェフ大統領によってロシア、連邦スポーツ、観光、青年政策大臣に任命される。2009年、FIFA フフ執行委員に任命された。また2018年の FIFA フフワールドカップ誘致にあたっては、 戦闘に立って、運動に立ち打ちを成功させた。2012年5月21日、プーチンが大統領に復帰し、ドミートリー・メドベージェフ内閣が成立すると、ロシア連邦スポーツ大臣に任命される。2015年9月2日、ロシアサッカー同盟会長に再選される。ロシアでは政府関係者が、 スポーツ団体のトップを兼任することは原則として許されていないが、2015年7月、ムトコについては例外とされた。2016年9月24日、ロシアサッカー同盟会長に参戦される。この時には、反対候補として、バレリーが財布がり候補し、選挙となったが、結果は、ムトコ266票に対して、 ガッザ F142 票に止まり、ムトコの勝利に終わった。2016年10月19日、ロシア連邦副首相に任命される。公認のスポーツ省には、ムトコの下で次官を務めたパーベル・コロブコフが任命された。2017年12月5日、2014年、ソチオリンピックにおける国家ぐるみの組織的ドーピング違反に関与したとして、 国際オリンピック委員会から永久追放された。2010年に開催されたバンクーバーオリンピックでロシアは金メダル獲得数3個と11位に沈んだため、当時のメドベージェフ大統領が責任者の辞任を要求する事態に発展。ロシアオリンピック委員会のレオニード・チャガチョフ会長は辞任したが、ムトコは惨敗は誰の責任でもないと辞任を拒否した。 ウラジーミル・プーチン大統領のスキー仲間でもある。自身のツイッターで選手や一般人と愉快なコラージュ画像を品評し合って交流するという一面を持っている。私生活ではチちナイワノブナプ人との間にエレーナ、マリアの次女がいる。ありがとうございます。